属し、そのワイヤーのもう一方をこのモモフレームの根元の回転軸に固定いたします。人工筋肉が縮むとワイヤーが引っ張られ、結果としてこのモモフレームに対して上半身が起き上がるというわけです。つまりこの時、上半身を起こす時に発生する反力をこちらのモモパッドで受けています。さて、それではこのマッスルスーツの装着方法をご覧いただきましょう。後ほど皆様にも実際にご試着いただけますので、ぜひこの装着方法を覚えておいてください。なお恐れ入りますが、後方通路となりますので、もう一歩ずつ前の方にお進みいただきまして、お近くでご覧ください。ありがとうございます。さあ、それでは装着方法をご覧いただきましょう。まずリュックのように背負いまして、ももパッドをももの前に配置いたします。次に腰ベルトを腰の低い位置でバックルで留め、ベルトを引っ張ってしっかりと固定いたします。次に胸ベルトをマジックテープで固定し、肩ベルトの長さを調整いたします。この時なんですが、マッスルスーツの重さは全て腰ベルトで受けるようにして、肩ベルトにはマッスルスーツの重さがかからないよう、こんな風に緩んだ状態にしておきます。ご覧いただきました通り、非常に簡単に装着できますので、慣れてきますと10秒ほどで装着することが可能です。またこのマッスルスーツはどんな姿勢でも、例えばこんな風に足を開いていたり足を曲げていたとしても、しっかりと腰を補助することができます。操作方法はスイッチによる方法、吸う吐くといった呼気により補助力を制御する方法、タッチセンサーにより補助力を制御する方法の3種類をご用意しており、使用目的によってお選びいただけます。さて、それでは今回はスイッチを使いましたデモンストレーションをご覧いただきたいと思います。さあ、こちらがそのマッスルスーツのスイッチになります。では前傾姿勢になった状態で、私がこのスイッチを入れてみます。すると人工筋肉に空気が送られまして、このように上半身が起き上がるというわけです。また前傾姿勢から体を起こすだけではなく、こんな風にしゃがんだ状態でスイッチを入れますと立ち上がりも補助できます。さあ、それではこちらにご用意いたしました20キロのお水が入ったカゴを持ち上げてみたいと思います。さあ、彼女とっても小柄なんですが、大丈夫でしょうか。ではしっかりと手をかけて、ここでスイッチを入れます。じゃあ、するとマッスルスーツによりまして、20キロのカゴも軽々と持ち上げることが可能です。さて、それでは続きまして、今度はあちらの腰補助用マッスルスーツスタンドアローンモデルをご紹介してまいります。こちらのスタンドアローンモデルは、これまで必要だったコンプレッサーやタンク、チューブ、スイッチなどが一切不要となっております。ではどんな原理なのか簡単にご紹介いたしましょう。皆様はこちらの人工筋肉の動きにご注目ください。直立時からしゃがみ込みますと、この人工筋肉は細く長くなります。この時、人工筋肉の中の体積は約 2.5 分の1となります。人工筋肉への空気の出入りはありませんので、体積×圧力は一定となりますから、体積が小さくなると圧力が上がります。つまり直立時に2気圧入れておけば、しゃがみ込んだ時には人工筋肉の内部は 2×2.5 で5気圧となり、コンプレッサーから5気圧供給した時と同じ力を発生することができるんです。さて、それでは実際の動きをご覧いただきましょう。こちらのスタンドアローンモデルは約 4.7 キロと軽量ですが、100ニュートンメートル、約25キロ重ほどの補助力を発生いたします。ご覧いただいておりますように、20キロの重りも何度でも軽々と持ち上げることが可能です。
こちらのスタンドアローンモデルは実際に装着していただいた方が分かりやすいかと思いますので、ぜひ後ほどお試しいただければと思います。さて、それでは続きまして、今度はこちらの腕保持装置をご紹介したいと思います。農作業などで腕を上げる補助をするものです。現在は農業用を中心にさまざまなものが開発されておりますが、電気を使ったり腕を左右に広げることができなかったりと、まだまだ十分な普及には至っておりません。そこでそれらの問題点を改良し開発をしておりますのが、こちらの腕保持装置です。こちらは電気を使わない簡単な着脱、そして腕を左右に広げることが可能、腕を保持した状態でもある程度腕を動かすことができる、そして 3.5 キロと軽量という特徴を備えております。さて、それでは実際に装着するところをご覧いただきましょう。まずは背負いまして、腰ベルトで体にしっかりと固定いたします。そして胸ベルトを留めます。続いて両腕を装置の腕パッドの上に乗せまして、一旦腕を下に下ろします。続いて腕を上げていきますが、必要なところで止めますとここでロックがかかります。この状態で腕を保持することができるというわけです。しかし完全に腕が固定されているわけではなく、こんな風にある程度自由に動かすことが可能となっております。そして腕を上げるとこれでロックが解除されます。いかがでしょうか。こちらも実際に装着していただいた方が分かりやすいので、ぜひ後ほどお試しいただければと思います。なお、こちらの装置は現在お試しでお使いいただきながら改良を続けており、来年の春には試験販売を予定しております。さて、それでは続きまして、今度は最後になりますが、こちら屈曲補助モデルをご紹介したいと思います。これまでご紹介いたしましたマッスルスーツは基本的に作業者の補助用に使用しておりましたが、機能回復訓練という新しい分野での活用についても検証を進めております。こちらの屈曲補助モデルはご覧の通り、見かけはこれまでのマッスルスーツとほとんど変わりませんが、ワイヤーの張り方を変えてももを上げる補助を実現したものです。もも上げの補助により歩行イメージトレーニング、いわゆる機能回復訓練を行うものです。それでは、これまでご紹介いたしましたマッスルスーツとこちらの屈曲補助モデルを使用いたしました機能回復訓練の様子、そしてその効果をいくつかご紹介したいと思います。どうぞ皆様、こちらのモニター画面の方にご注目ください。こちらの方は100歳で自力での歩行が困難となった方です。そこでまずはマッスルスーツを使いまして、スクワットを10回程度、続いてもも上げを10回程度行う訓練を週に2回行いました。すると3週間後には、はい、このように自力で歩けるようになりました。では続いての方です。こちらの方は74歳で、左足の肩麻痺によりご覧のように足が上げにくくなっております。健康な方の足と比べてみますと左側の方が上がりにくいのがお分かりいただけると思います。そこで先ほどと同じように訓練を行いました。さあ、こちらがその訓練の様子ですが、もも上げ、スクワットなどを15分程度行いました。さあ、すると15分後の結果をご覧いただきましょう。麻痺していた方の足が健康な足と変わらないぐらい上がるようになりました。さあ、それでは続いての方です。こちらの方は80歳で正座ができませんでした。
そこで先ほどと同じような訓練を行いました。さらにこちらの方の場合には前屈からの起き上がりの訓練もマッスルスーツを使って行っております。さあこのような訓練を行いました直後、はい、このように正座ができるようになりました。ご本人も大変驚いていらっしゃいます。では最後の方です。こちらの方は若い方なんですが膝に痛みがありこれ以上膝を曲げることができないといった状態です。そこでマッスルスーツを使いましてスクワットを5、6回行いました。すると徐々に膝が曲がるようになってきているのがお分かりいただけますでしょうか。このようにスクワットを5、6回行った結果、はい、しっかりとしゃがむことができるようになりました。このように痛みがある場合でもその場ですぐに効果が現れる場合もございます。ご興味のある方はぜひ本日こちらでお試しいただければと思います。なおこちらの機能回復訓練モデルにつきましては近く販売体制を整えまして皆様にお届けできる予定となっております。